皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、まだ暑いじゃないですか。なんですけど、もう9月ということで秋メイクなんですが、秋メイクもうほんとね、白い T シャツだったりとか、まだ夏のものを着ていても、メイクを一つ変えるだけですごく秋っぽくなれるメイクをやってみました。テーマはですね、イメージしたのはチョコレートっぽい感じで、大人っぽくって、なんだかアパレルスタッフがやりそうな、そんな感じのメイクをしてみたので、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今回はですね、ベースメイクと眉毛は仕上げてあります。眉毛はですね、別途動画を作ってあるので、リンクは概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。ということで早速やっていきたいと思います。今回はチョコメイクということなので、ちょっとスモーキーっぽい感じのアイメイクにポイントを置いたメイクをしていきたいと思います。これですね、今回はこれを使います。これ大好きなカラーで、すごいぼかしやすくて好きなんですけど、ビセリシェのグロッシーリッチアイズの BR5 番を使っていきます。まずはじめにですね、こちらのカラーを使っていきます。こちらのカラーをアイホール全体なんですけれども、目のくぼみよりはちょっと下目なので、いつもよりは幅狭めでアイホールにのせていきます。で、この時に結構ガタガタになっても大丈夫です。後でしっかりぼかします。そしたら同じカラーをですね、下まぶたにものせます。そしたら次にこちらの暗いカラーを細いブラシに取ります。そしたらですね、まつげの生え際に沿ってこういう風にですね、線を描くんですけれども、濃いめに濃いめに描いていきます。で、この境目をですね、細いブラシでこういう風になじませてあげると、うまくグラデーションになります。そしたらここが一番のポイントなんですけど、ダークカラーを下まぶた全体に、このまつげの生え際に合わせてですね、細くのせていきます。ここがで、この工程をすると一気に秋っぽくスモーキーアイになります。アイシャドウ何も塗ってないところと、このアイシャドウ塗ってるところの境目をしっかりぼかしていきたいので、今回はこちらですね、マジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズの BR332 番、こちらを使っていきたいと思います。こんな感じのね、毛足の長いブラシにこういう風に、適当に取ります。そしてこの間をですね、軽くぼかしていきます。優しく優しくするのがポイントです。で、今回このブラウンはちょっと赤みの入ったブラウンなので、結構ね、こうチョコっぽい感じになると思います。オレンジのブラウンよりは赤っぽいブラウンの方がチョコっぽくなるのかなと思ってます。そしてアイラインを引いていきます。今回使うアイラインはちょっとよ、ね、これね、すごいいつも噛むんですよ。フィジサンジュフォーミュラのアイブースターの 2-in-1 のタイプで、まつげ美容液が一緒に入っているアイライナーのブラウンですね。こちらディープブラウンを使っていきます。で、今回アイシャドウがメインなので、アイラインはそんな太く描かず、目尻ぐらいで描いていきたいと思います。そしたらビューラーでまつげをしっかり上げていきます。はい、今回使うマスカラはデジャブのこのボリュームタイプを使っていきます。これは本当にね、セパレートがすごく綺麗で、ボリュームもしっかり出るので、すごく大好きで毎回毎回使ってます。今回はアイメイクがポイントなので、まつげもしっかりたくさんこうボリュームを出して、まつげもしっかり強調していきます。下まつげも塗ります。それでは早速リップをしていきます。今回はですね、アイメイクの次にリップをポイントに置きたかったので、リップを先にするんですが、今回使うのがこちらですね、 MAC のレトロマットリキッドリップカラーのトップドウィズブランデーっていうカラーになります。これはね、かなり色が濃くなるとだいぶダークな感じになっちゃうので、今回は薄くのせたいので、指でのせていこうと思います。こんな感じでですね、薬指にもうこんくらい少量で大丈夫です。これをちょっとなじませようかな。
なじませながらこんな感じでのせます。こうやって指でのせることによって輪郭をぼかすこともできますし、こうつけすぎ防止にもなりますし、あとなんといってもですね、ダークなカラーだとすごい柔らかい印象になるので、ダークなカラー挑戦したことないよっていう方はまず最初に指でつけることをおすすめします。すごく使いやすいと思います。はい、こんな感じのリップになりました。今回はですね、チョコレートがテーマなので、ちょっとメルティーなね感じにしていきたいと思うので、普段あまりしないんですけどリップグロスをしていきたいと思います。今回使うのはですね、こちらです。 MAC のブラッシュガラスのフルフィルドっていうリップグロス、こちらを使っていこうと思います。これはね、色が出ないタイプになります。本当に保湿感だけプルプルにしてくれます。今回はプルプルにさせすぎるとなんかチョコレートじゃない感じがするので、またこういう風に手に取って指でのせていこうと思います。ほんのりツヤみたいな、そんな感じでやっていきたいと思います。ほんのりツヤ感も出たし、だけどツヤすぎない、そんな感じのリップになりました。はい、そして次にですね、チークをしていきます。まあこれだけでも全然私はすごく好きなんですけれども、血色が足りないよっていう方とかはちょっとブラウン系のレッドチークを使うといいかなと思います。ほんのりですね、のせていきます。なので今回はですね、こちらを使います。キャンメイクのクリームチークの16番、ちょっとレッド寄りなブラウンっぽい感じのこういったカラーなんですけど、これを使います。で、今回ブラシでのせていきます。こういう風にですね、2層式のブラシになってるんですけど、これをですね、こんな感じでトン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 とのせて、ほんのりのせていきます。で、のせ方は自由でいいんですけど、私はですね、こんな感じで頬骨に沿って入れます。ほんのり血色感をプラスしました。はい、そして今回使うハイライトはこちらを使いたいと思います。メイクアップフォーエバーのウルトラ HD ソフトライトっていうリキッドのハイライトを使います。これはですね、こういう風に手の甲に出してですね、指でのせていきたいと思います。このハイライトは結構サラサラなハイライトなので、すっごく伸ばしやすくて、めちゃくちゃナチュラルなツヤが出ます。チークの上にですね、のせたいと思います。そしてですね、眉下にものせます。そして鼻筋、そしてですね、リップのここの上のとこにも乗せます。で、最後にですね、私は顔のこの余白がめちゃくちゃ気になるので、このフェイスラインをですね、削っていきたいと思います。今回使うのは最近よく使ってるんですけど、BTS と VT コスメティックスがコラボしたこちらのパレットのこの真ん中のカラーですね、こちらのカラーをフェイスラインに乗せていこうと思います。こんな感じの斜めカットのブラシを使うとめちゃくちゃしやすい。ほんのりほんのり、この真ん中のカラーがね、すっごくね、肌なじみが良くて、本当にワントーンツートーンくらいファンデーションっていう感じで、すごいいいんですよ。なのでこの真ん中のカラーめちゃくちゃ気に入ってます。はい、メイク完成です。仕上がりはこんな感じになりました。はい、いかがでしたか？少しでも参考になったら嬉しいです。今回はですね、チョコレートをテーマにちょっと大人っぽい、なんかアパレルショップ店員がやりそうな感じのメイクをしてみました。まあ少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバーイ。